ということで今回はスサノオノミコトが高間ヶ原から降臨したと言われるこちら千通山の映像になります。ほぼほぼね現地で私が喋っておりますのでそちらをお聞きいただければと思います。ここのね千通山は出雲神社ですね。スサノオノミコトが高間ヶ原からですね降臨された地となっているというところでございます。頂上までは 2.2 キロ、1時間とちょっとです。ちょっとです。はい。ということですね。あ、ここね、温泉があるはずです。確か。タタラがありますね。これ、亀石コースと、私が行くのがこちらですね。はい。ということで、千通山、1142.5 ですね。はい。本当に1時間抜けるんでしょうか。今、時刻が。よいしょ。本当だ。9時20分。あれ、でっかい時間が出てこない。でっかい時間が出てこない。あれ、まあいいや。はい。でっかい時間が出てこないので、これから向かいたいと思います。現在9時20分ということで、10時20分ぐらいに着くと思います。はい。では、ところどころね、綺麗なところを撮影していきたいと思います。こういう形で山とかね行ってる時くらいですね声だけは登場したいと思います。姿は見せるほどのもんじゃないんでやめておきます。しかしね、はい、可愛い小鳥の声ですね。なんだこの鳥は。はい。ということで、朝何時に起きて来ましたっていう言いたいんですけど、実は一睡もしてないんですよね。一睡もしておりません。本当朝2時に起きて家を出発するつもりだったんですけど、で10時前に寝ようと思ったらいつも2時ぐらい、2時とか3時に寝てるんで全然眠れなくてですね、結局一睡もしておりません。ふう、いいですね。ちなみにここは山って言ってもですね、上に当然神社があります。だからかこれなんかこれ作られたのですね、意図的にね。あ、綺麗、綺麗です。でここは滑るんで気をつけないと、私は石の上で何回も滑ってこけてますからね。普通の人より滑らないと思ってるんですけど、撮影してるんで気がどうしてもカメラに行ってしまって、それで何度も手から血を出しております。はい、左手も右手もやってますね。いや綺麗だ、ここのこの綺麗、好きな緑色でございます。究極の美は緑色じゃないかというぐらい緑が綺麗だと撮影を始めて思うようになりました。いやいや、これ登山コースだとこういう石がね、しかしこれ何なんでしょうね。トゲ付きのまずそうなナスみたいなの、何なんでしょうか。ご存知の方教えてください。やはりこれは上にね神社があるから徒配される方がねいて作られたんだろうと思います。しかしこの巨大な石を、これ持ってこないとできないですからね。
これ300キロ、400キロありますよ。下手したらもっとあるやつが。うわ、すごい。これはすごいね。しかし、気を取られすぎると、本当にまた滑る。暑い。気温はそうでもないんですが、蒸し暑いです。あ、いいですね。これいいな。長い年月をかけてこう岩が削れてますね。何千年何万年か分かんないけど。うわ、涼しい涼しい涼しい。さ、ということで、また後でお会いしましょう。さよなら。はい、今千通山登っております。いや、ここの唯一の問題はですね、ヤブ蚊でございます。蚊がね、蚊が多いんですよ。ほんとお前らええ加減にせえよってね、本当そんな感じです。しかし階段がねずっと続いてるんですよ。どこまで続くんだろう。割と歩きやすいんですよね、この階段。これだけのものをずっとやるって大変だけど、だからやっぱり勝手な推測です、調べてませんが、江戸時代の人たちが、うわすごい、うわトトロだ、江戸時代の人たちが一生懸命作ってくれたんじゃないかなと思います。いやすごい、あー気持ちいい、風がすごく気持ちいいです、うん、あー気持ちいい。だけどさあ、本当に山の上行ったらまた感動すると思います。ということで、また後でお会いしましょう。There's this. いや、やはり山の中は見たこともないような植物とか生物がいるから面白いですね。あれ？
60分って言われたのに10分歩いてきて残り60分じゃん。いつまで経っても着かないいつまで経っても着かないじゃないか。ちょっとスピードアップしようかな。はい、ということで若干スピードアップしていきたいと思います。 See you。 はい、大きなカエル君が出てきてくれました。なんか足元がね動いたなと思ったら、ヒキガエルの仲間ですね多分。大きさがね、今見えてるとこだけで10センチ以上あります。これ群だり神社さん、あれ山梨かな、東京かな、東京か。群だり神社さん行った時ね、もうちょっと大きいのが2匹ぐらいいましたけどね。はい、さすが大きいだけあって堂々としてます。今ね僕のカメラと10センチちょっとしか慣れてません。じゃあね、バイ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 。はい、ということでこの大きなヒキガエル君が出てきてくれたら、これはいいことがありますんでね。さあどうでしょうね、この山の中でびっくりするような出会いがあるんでしょうか。いや本当素敵な女性が出てくるわけがないですね。カエルぐらいだろうな。あとは何だろう、この気持ちの悪いナスビみたいなやつか、あと何だろうな。うわすごい、まあ鹿かイノシシぐらいでしょうね。クマが出てきたらどうしましょう。とりあえずビビるな多分。なぜかというと足場が悪いんですよ。足場が良ければまだいいんだけど、足場が悪いんで慌てるとね、ほんと滑って大怪我、まあ下手したら死ぬ可能性ありますからね。頭にいやいや、しかしこれほんとすごいな。これ1時間じゃ絶対つかないね。いっぱい撮影してるし、やばいね。いやそうだな、ヒガエル君は群だり神社さんのところもね、こうやって横に水が流れてるところに出てきたね。いやしかし顔の前を虫が飛ぶのだけは嫌だわ。右側斜面落石注意。お、はい、ではまた撮影をストップしていきたいと思います。こんな感じなんですね。どう見ても人工だもん、すごいね。何回も同じことを言ってしまうのでしばらく撮影はやめます。ということでまた後で、おーいい姿、お会いしましょう。はい、見たらね、さっき60分と10分だったのにね、なぜか45分と20分で言ってね、足し算したら合わなくなってます。はいどういうことなんでしょうか。おお、滝がある、映ってるか、あいつ。わあすごいね、この岩と岩の間に大きな巨木がね、もう枯れてますけど挟まれてますね、これ真ん中のやつ。すげえ、ここですよ本当に。
日本のアニメ好きのヨーロピアンさん、フランスやドイツの人たち、ここに来たらどうでしょうか。関東ばっかりじゃなくて、この山陰の田舎の景色も楽しんであげてください。本当に、おお、すごいすごい、これ一枚岩かな、目の前これね、岩です。目の前のこれ全部岩ですね、ずーっと。へえ、いや、これやばいな、滑るな。はい、ということでまた後でお会いしましょう。はい、もうバテてますやっぱり物を食べないのと、そっちはいいとしても睡眠がゼロっていうのはきついですね。ということで、1100メートルっていう標高がね、っていうのがさっきありました。もう本当に元気ない。いや、しかしもう少し、お、7分、なんという、誰基準だこれは。うるせえな、ハブかなんか。いや、山頂が見えたら違うのに。あ、いい風、いい風。いや、いや、いい風でした。あとね、ここはね、ヘビさんが結構いましたね。ここに来る、どうかな、10分は経ってないかな。あれ、マムシだったのかな。実はマムシもよく分かってないんですけど、で、1メートル2メートル過ぎたらもう一匹、こっちは青大将ですね。で、あと20メートルぐらい行ったらまたということで、すごいフィーバー、ヘビがフィーバーしてましたね。いや、お、あ、そうか、知らないうちに、あの、石が敷かれているのがなくなりましたね。まあ、あの、すごく急な坂になったので、さすがに辛抱強い江戸の人たちも、もういっかってなったでしょうね。はい。あれはあんま作ってもしょうがないもんね。いや、あ、気持ちいい。あー、涼しい。汗かいた分、風が体を冷やしてくれます。本当に、あー、気持ちいい。これは木がありました。亀石登山道入り口 2.4 キロ、やめてくれ、 2.4 キロなんで。はい、 2.2 キロ、おかしいな、 2.2 キロで着くはずなのにまた 100m 伸びてますね。ここはちょっとね、やっぱり不思議なパワーが働いているようでございます。あ、カラスアゲハ、あ、映ってるな、ちっちゃいな。はい、もう今はね、多分登ってる人みんな登山っていう気持ちでしょうけど、私は常に都会ですね。はい、あくまでも神社、スサノオノミコトがね。お、あ、今の蛇は何だったんだろう。今声を出したのはですね、あの、ビビったんじゃなくてね、今まで見た青大将と違う黄土色って言ったら一番近いかな、金とは言わないですけどね、
この1年で初めて見たな、あの色。ということで新しい色を見たので追っていった。お、もう頂上が見えております。見えてるけどですね、私少々バテてましてね、駆け上がる力はない。お、でっかでっか、むちゃくちゃでかいですよこれ、この青大将。うわ、今まで見たら一番でかい。軽く2メートル以上ありますね。いやいや、これはでかかった。いいことあるよ、これは。皆さんも、いや、いいことあります、いいことあります。さあ、いや本当ね、最初のあの10分って看板、残り60分っていうやつですね、あの時でもう15分経ってましたからね、スタートして。実はで絶対60分じゃ登れないって言ったんですね。あー気持ちいい、あー気持ちいい。おーすごい、いやーこれはすごい、うわーすごい、景色もすごいし、鳥居とあれは刀ですけど、何の戸塚の剣じゃないし、うわすごい、景色がすごい、そして風が気持ちいい。うわすっげー、ちょっとね景色後でまた映します。ここはですね、はい、1142メートル、ヒバですね。これはヒバ道後大石国定公園ですね。ヒバの山にイザナミの御事が眠っておられるはずですが、ヒバさんはね、広島の方とこちらもあるっていうのを知らなかったんですけどね、初期かね、古琴踏み古事記の方には出雲と宝器だったかなの境にあるって書いてるらしいんですけど、秋と出雲の境にもありましてね、はい、そこは私何度か行っております。大和のオロチ、佐野の御事。あら、これはまたすごいね、戸塚の剣ではなくてですね、あら書いてねえや、あったあった、雨の村雲の剣でございます。はい、というのが後ろに熱田神宮の宮司さんがねお名前を書いておりました。いやー、いやー、めちゃくちゃ景色もいいです、最高。ちょっと休む後で、ね、いやー、これは素晴らしいところ。ちなみに時間が現在10時15分ですね。ということで55分、よく1時間切りました。はい。まあ撮影しながらなんて時間はかかります。景色見ましょう。あと一休みしてからね参拝しましょう。はい、ということで、休憩し、トイレがね、小屋がね今この背中の方にあるので、そこでトイレも、ありました。はい、では参拝しましょう。どうしましょうかね。ここね、賽銭箱もないので、すごいんですよ、ここにお金。映ってる、うん、この上もね、ずっとね、す
すっごい浮いてあります。さあちょっとここに置いてギューッと上げて、はい、これで立てます。はい、ちょっとだけなりました。はい、では参拝しましょう。いいお前たち、どっか行けよ。先頭がこれ大山ですね。中国地方で一番高いのが大山。見えない、ちょっと待ってくださいね。松江があって米子ですね。これ三瓶山。三瓶より高いんだ、この東山。ああ、我が住まいですね。イザナギの御事が伊勢の御事と三国山。だからこの辺が境ですね、県境。出雲と秋、あ、ビンゴか。秋とビンゴとどこだ、道後山。あ、新見市、岡山じゃないですか、これ。岡山なんだ、こっちの方が。こっち岡山ですね。はい。いやー、すっごい風が気持ちいい。なんかね、ちょっとね、面白そうな石碑があったもんですから、そっちにちょっと目が行ってしまいました。こっちの方が松江でしょうか、こっちが米子ですかね。あ、あれ、え、あれ海かな、わかんねえや。はい、大山、さっぱりわかりません。どれだどれだ。はい、どっか映ってるはずです。すごいな。あとでスマホで映しましょうね。スマホの方が大きくなる。いやー、熱田神宮の宮司さんの名前書いていってます。はい、ここに面白いものを見つけたというのはこちらでございましてですね、ほら、力士って書いて右から読むんだと思います。一万山ですね。ちょっとどなたか調べてみてください。下にまあ名前書いてあるんで答えはあれですけど、はい。なんで相撲取りさんの名前があるんでしょうか。はい、ここまでね、ご覧になっていただきありがとうございました。私の動画ではね、毎日18時30分に、動画を更新しております。全国様々なね、本当に素晴らしい神社の動画を公開しておりますのでね、ぜひできるだけ毎日見ていただければと思います。この後ね、もう一回喋って、で、その後終わりとなります。ちょっとね、長い動画ではございましたが、また、夏の真夏のね、撮影だったにもかかわらず今の時期になったこと、まあこれはあるあるということでお許しいただければと思います。それではね、この後、もう一度喋って、最後にまたご挨拶で終わりとしたいと思います。ではまた最後お願いします。はい、ちっちゃなね、花が咲いております。さあ降りましょうか。雨の村熊の剣。季節によっては、あれなのかな、なんか片栗っていう花が咲くみたいですよ。あれなのかな、なんか7、8年かけてゆっくりなんか咲くようになるとかって書いてあった。この目の前のこの建物ですね、これが休憩室、休憩所、トイレもあります。冬はなんかトイレが使えないようですので気をつけてください。これなのかな、ちょっと写真で見たのと色が違うけど、あそこは何でしょうね、なんか街が見えるんですけどね。はい、ということで、こ
これからね降りたいと思います。なんかあそこに綺麗なあれなんだ、花かな実かな。ただね降りる方が危ないんですよね、絶対に絶対に降りる方が危ないんで、このね確実に今の状況だと私こけると思ってます。はい、ということでね、千通山、登り口はね島根県の、奥出雲町なんですけどね、山頂はちょうど県境でね鳥取県に入っているところでございます。はい、今回はねとっても素晴らしい渡拝ができたなというふうに思っております。今回ね初めて動画をご覧になった皆様、ここまでね見ていただきましてありがとうございます。途中で文字テロップ入れておりますが、下にね、動画概要欄説明欄こちらの方で、こちら千通山の Google マップの URL 貼っております。またおすすめ動画関連動画のね URL も貼っておりますので、ぜひご覧ください。いつもねご覧になっている皆様ありがとうございます。こういう形でね私ちょくちょく渡拝もしております。この映像もちょっと長くなりますが、ぜひ最後までお付き合いください。ということで、また明日の動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録高評価お願いいたします。失礼いたします。